はい、というわけで、皆さんこんにちは、高橋圭です。この音声のシリーズでは俺がダラダラと雑談をするということをしております。今日はですね、大学院時代のお友達の河村くんがYouTube やろうぜって言ってきたのでちょっとそれについて話すのと、まあ、単純にですね、河村さんなんかいろんなご経験をされてきていますので、いろんなところに行ったりとか単純にダラダラと学友としてお話をしようかなと思いますので、はい、じゃあ河村さん入ってきていただいてお願いします。でなんで来ねえんだよあいつは全くもうあ、来た、はいはいはい、来た、ごめんごめん、はい、俺もうずっとコラボしてるつもりであなたの画面でツッコミ入れまくってたんだけど恥ずかしいどうもどうも、会社の会議でもめっちゃ一生懸命喋ってミュートでしたみたいなパターンね。あ、どうもお疲れ様です、川村です。あるあるですね、はい、どうもどうも川村さん、もともと私とどこで出会ったんでしたっけ。もともと大学院。大学院。ということは、東大の大学院出身なんですか、ね、大学院の体育だよね、体育。体育のテニスだったんだけど。大学院で体育ってあるのかっていう。そう。てかさ、そう、それでも最初に俺あんまり聞いてなかったけど、あれ、なんでテニス行こうと思ったの？暇だから。いや、体動かしたいじゃん。まあ、そう、俺もそう思ったけど、まあ、金曜日のね、あの時間ちょうどよかったしね。そうだね。いや、君の専攻と違って、俺の専攻ってさ、うん。あ、もしもし、天下が悪いぞ。俺の専攻ってなんかさ、多岐にわたってるわけよ。なんていうの？まあ、そうね。そうね。科目というか、広域システムだから、ね。だからさ、あ、そう、広域システム、広域のせいでさ。広域だ。なんだろう、普通の科学とか物理の授業があんまりなくて、単位稼ぐのに結構苦労するわけ、うんうん、でもさ、あの体育のさ、授業って、その、修士の単位にならなくない違ったっけ、あれなるんだっけ。あれ確かなったと思うよ。マジで？あんなのがなるの？俺ただ、テニスしてから選んだのかもしれない。ただテニスしてただけじゃん、あれ。あ、そう。あれなるんだ、全然覚えてない。いや、確かなってたんだ。そうかもしれない。あ、そう。はいはい。体育なんだ、確かに大学院で体育なるんだ。いや、それ結構ね、衝撃だと思うよ。普通知らないから。大学院って体育あるんだっていう。そうね。そっか、それであったのか。そっか。はいはいはい。最初それだよ。もともとなんで東大の大学院を受験されようと思ったんですか？なんで就活先強いから違うでしょ、就職活動させてくれなくて勉強したからでしょああ、それはあるよ、もともとそうでしょ、もともと厳しい研究室に、通称刑務所という研究室に入れられて、どういう研究室厳しいって、トイレ行くときトイレ行ってきますって言わなきゃいけない研究室それってさ、その席とかさ、結構ブラ実験室とかがあって、実験室で実験してんじゃん。で、あ、これちょうど今トイレ行けるなっていうタイミングでトイレ行ったら怒られるってこと？いや、怒られはしないんだけど、なんだろう、うん、みんな、なんだろう、囚人生活が染みついてるから、トイレ行ってきますって。トイレ行ってきますって誰に言うの？それ、助教に言うの？いや、助教とか研究室にいる人たち聞こえるように。あ、みんなにね、ちょっと僕トイレ行ってきますみたいな。うん、それ会社だって言わないからね。うん言わないよね、会社で今行ってないじゃん。あれおかしいと思ったけど、あ、1年経つとね、みんな当たり前のように。研究室って何時から始まってたんですか、その4年生の時は。いや、そこは別に早くない、9時。9時？いや、早いよ。9時から何時までやってたの？ 9 時からね、なんだろう。決まりはないんだけど、大概終電。それ土曜日もですか？土曜日は早いよ。土曜日は7、8時ぐらいに終わる。もう感覚がおかしいんだよ。土曜日は7時、8時ぐらいに終わるけど、うん、
まあ、平日は終電ぐらいまでやるみたいな。うん。なるほど。そんなか。で、また朝9時に来てみたいな。うん。え、さすがに研究室で。なんか1回だけ、え、うん、うんうん、どうぞどうぞ、どうぞどうぞ。1回だけ何？1回だけなんかね、メンテナンス、設備のメンテナンスかなんかで、午前に帰らされたことあったわけよ、うん、平日に。うん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 。まあ、解散みたいな感じ。そんときあまりにもやることなくて、沈まぬ太陽を一人で見に行ったよね。3時間映画、あの、人長いです。ずっと時間がないからたまに時間ができると何していいか分かんないみたいな感じになる、ね、いきなりなんか解散って言われてもやることないしみたいなえガラス器具洗わなくていいのみたいなそう川村さんはですね、あの有機合成で有名な某 M 山学派にいたんですよ。まあネットで有名ですけども M 山学派分かる？これ聞いてる人。いや、わかるわかるわかる。結構ね、だって、それが聞きたくて、あの、リツイートとかいいねしてた人がいるぐらいだから、わかると思うよ。わかる人はわかる。え、で、いや、俺が聞いたところによると、M 山学派の人たちって、その、研究室で論文読んでると怒られるみたいな話を聞いたことがあるけど、それは本当なの？え、研究室何？ごめん、音が。研究室で論文を読んでると怒られるっていう。あ、そう、怒られるんだよ。え、そう、それ本当なんだ。それ本当なんだ。研究室で論文読んでると怒られるんだ。論文っていうか、手を止めてると、実験の手を止めてると怒られる。ああ。あ、てか、そうだよ。実際作業しながら論文読んでたよ。最後の方。だって、なんだっけ、川村、カラム2本立てて論文読んでたんでしょ。あ、そうそう、カラム2本立ててね、論文読んでてね、あれ、これなん、どういう意味だっけって単語調べてたら、めっちゃこぼした。意味なかった。やばいよな、やばいよな。じゃあもうずっと実験はずっとしてるんだ。ちょっと分かんないかもしれないけど。あ、うん。ずっと実験。カラムってどういうのですか？カラムって難しいな。化学物質極性の違いによって、なんだろう、物の中を通るときに速さが変わるんだよね。うんうんうん、これ どのレベルの人に向けて話せばいいか分かんないけど、いや、まあ、人って映画で、結構ね、はいはいはい、あのペニシリンを人が作るじゃん、はいはいはい、あの時布に浸してで、うん、そのなんか下に下がりやすとか上に上がりやすとか忘れたけど、その曲線の違いで化学物質をあの時代に分ける。そもそも人っていうのを皆さん知らないかもしれないけど、うんうん、現代の医者があれ江戸時代だったかなに、うん、まあ今流行りの転生だよね。転生というか、なんか飛ばされて、うんね、はいはいはい、うん、でそんな中でなんかいろいろと頑張る話なんだけど、そうでまだペニシリンっていうのが世界に出てない時代に戻った時に、はいはいはい、まああの親しい人とかを助けるために青カビからペニシリンを採取すると、で時代を変える、はい、どうなるんだろうみたいな面白い漫画があるわけですよ。まあドラマでやってたから、はい、ドラマの方が有名かな。はい。だそれをやってたわけ。そのカラムを2本立てるっていうね。結構1本でも大変だからね。1本大変。最初1本で。1本でもね。いや1本でも結構大変だよ。俺やったことあるから。カラム1本立てて。やったことあるよ。だからもうさ、その水平にするのが俺結構難しいと思っちゃった、うん、あれ。ちゃんと水平に立てないといけないし、ね、であれ上から圧とかかけられるんだよね。はいはいはい、はい、うん、フラッシュカラム。そうそうそう、もう圧かけまくってて、もう筋肉痛になるぐらい。カラムで筋肉痛になったから。カラム2本立てるってなかなかないね。カラム2本立ててて論文読んでるってすごいよ。まあ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 、あの調べますから、わかんなかったら。今の子たちって、分かんない単語が出てきたら、うん、それ大丈夫。カラムって検索したらどういう画像出てくるんだろう。ちょっと待って。出てくるじゃん。普通にカラム。いや、俺がイメージしてるカラム出てこないと思うんだけど。カラム。カラムね。カラム。カラム。カラムーチョ出てきちゃうもんなって。いや、カラム出てくるよ。カラムって出てくるだけ。出てくる出てくる。カラム科学で出てくるんだよ、そっくり。
あ、出てくる、出てくる。この絵、この絵。合ってる、合ってる。そう、出てくる。出てきますよ。大丈夫ですよ。カラムスペクトルちげえよ。カラムクロマトグラフィーだ。そう、カラムクロマトグラフィーですね。そうだ、懐かしい名前、もう忘れてた。まあ、最初にね、ほうれん草で。最初にほうれん草でやりますよね。懐かしいね。ほうれん草で練習したの。色が明らかに違うから。色が明らかに違うようなもので最初やらないとわけわかんなくなるからっつってほうれん草で練習して、それは何、誰がやったの、それ。いや、俺がやってたんだけど、 D1 か D2 すごいな、 D1 かな。あ、でもそれわかりやすいよね、実験として。それわかりやすい、それ実験としてわかりやすい。色素によって何やってるか分かる、それ面白いと思う。うん、けどなんかそれが色ついてなくなっちゃうと一気に難しくなるから、まず色ついてんのを見てやって、うん、あーみたいな、これぐらいの感じで落ちてくることがあるのかみたいなのは一応こう肌感覚でわかるじゃん。で、いやすごいね、その後物でやるみたいな、ね、ことをしてましたね、うん、それそんな一回やるんだって大変だよ。それをさ2個立てて、しかも論文読んでるってやばいからね。いや、だからこぼしたんだって。でその生活が嫌で勉強してたんでしょ。そう、はい、だってもともとあなた成績悪いじゃん。いや、そうでもないよ。そうでしょ、成績悪いでしょ。成績悪いから向山が学科の研究室なんか行くじゃん。成績悪いから刑務所みたいな。自分から手を挙げたんだけど失敗したわけ。そんなわけないでしょ。川村さんがそんなとこ行かないでしょ。違う。いや、本当に、いやいや、本当に、いや、あ、有機合成やりたいなと。いや、共同研究で行ったから、うん、それは共同研究で違う大学を見てみたいなっていうので、うん、なるほどね、行ったんだけど、まあ後悔しかしなかったよね。で、大学院受験をして、うん、まさかの、なんだろう、ちょっと物理っぽい分野に入ってしまうという。うん、物理の方が健全だよね。それあなた結構言うよね。物理と科学の研究室どう違いました？いや、なんだろう、科学っていうか、俺、有機だったからさ、あんまり、うん、なんだろうな、結構ワーカーとかしてる節があったんだよな。まあ、学部の時だったからかもしれないけど、まあ、でも先輩もちょっとワーカーとかしてたんだよな、うん、正直。うんうん。うん、まあ、この実験やって、みたいなね。うん。いかに手数を増やすかに走るのと、テーブル、なんつうの、この実験でこのテーブル、条件いろいろ振るから、このテーブルを埋めようみたいな。うんうんうん。手を動かすことが中心になってたなって。ただそんな中でも、教授はやっぱさ、一流だからさ、一流というかさ、言ってることはすごくてさ、あれか、考えてから、こう、ちゃんと考えて行動するやつは二流だってずっと言ってて、教授が、一流じゃないですかって思ったら、一流は考えながら行動してるんだって、ずっと俺らにそのセリフ入ってる。結構しんどかった。だから、論文とか読んで止まってると怒るの。あ、そういうことなんだ。なるほどね、うん、論文とか読んで止まってると怒るのはそういう理由なんだ。お前ら二流だぞと。それはで、そうで、考えながら行動する癖つかねえだろそんなにとか言って、怖っ。早く実験しろって言って。めちゃめちゃブラックだからね。いや、めちゃめちゃブラックよ。めちゃめちゃブラックだよ。いや、だから今働いててお金もらってるじゃん。うん、社会人って楽勝って思うよ。いいね。もうね、ほんとね、そういう人珍しいからね。普通、学生時代は楽だったな、だから。まあでも、あんまそうならないよ、ね。学生時代のおかげで社会人って勝ったと、うん。いや、まあ、俺ですらそうだから。俺そんなブラックラボじゃないけど、俺ですらそうだからね。うん、社会人の方が楽だな、っていう。だから、理系の強さって、そこあるじゃないかな、うん、学生の時に一回それなりに苦労するじゃん。そうそうそう、どういうところにいたとしても。そう、
時間で攻められたり、だからその思考力で攻められたりするから。重力10倍って言うと言い過ぎかもしれないけど、重力2倍ぐらいのところでやるわけじゃん。まあ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 、例えとしてはね。だそれで鍛えられるのは強みなんじゃねえかなと思うけどね。まあね、そうね。うん、そうね。大変でしたね。みんな理系の人は暗いとか、なんか目が死んでるとか言うけど、それは重力2倍のとこで生活してたら暗くもなるし、目が死んだろ。お前、そういうことツイッターで書けばいいんだよ。したらリツイートしてくれるよ、みんな。今みたいなセリフを思った時にツイートしたら、俺がリツイートするから、したらたくさんわーって、うん、わーって拡散される。で、あれじゃあ、学生時代キラキラしてた人とかがさ、社会人になるとさ、うん、それでその重力 1.5 倍とかになるからさ、うん、みんな目死ぬじゃん。学生の時いけてたのに今目死んでるみたいな。なんかそういうことだね。あ、どう？その河村さんのさ、周りのそのいけてた人たち、学生時代。うん。最近どうなん？そんなに目死んできてるの？もう俺理系だから周りもみんな行けてないけどさ。うん。あ、でも違う学校に行って文系で、なんつうの、東京の私立文系で明らかにこれ楽しんでるなってやつは、あの時の勢いがなくなってると思う。でももう年齢的にもそれはそうだろうけどね。あの辺だからどうしてなんだろうね。やっぱなんか若い、いやそれね、結構ツイキャスでも喋ることがあって、若いうちにA グループ、うん、陽キャだと、うん、結構ね、お前その話好きだな。そう、割とね30代きつそうなんだよね。そう、なんか30代があの頃楽しかったよなみたいな感じになってんのがクソダセーなっていう、うん、感じになってんのはどうしてかなと思うよね。でもウェイだけじゃ生きていけないからね。まあまあね、まあね。でもウェイっぽいだけで生きてってる人はいる気はするけどね。あ、いると思うよ。でウェイだけで生きていけた人って多分一つの壁を越えてるわけじゃん。だからもうそれをなりわいとしてるわけで、ウェイを。それはうん、だって営業さんとかでいない。 YouTuber で今やってる人でしょ。どうだろう。うちの会社って基本、うちの部署はね、B2B なわけよ。うん。やっぱ B2B だとウェイっていうのは、あんまり受け付けないんじゃないかな。まあね、そうね。あ、当然、見た目はさ、イケてるに越したことないのよ。要はイケてるって清潔感があるからさ。うん、うん、うんうん。パツキンでイエーイみたいのじゃないよ。うん。社会人としてイケてる清潔感のある見た目に越したことはないし、その方が受け入れられるんだけど。アルパカみたいなね。アルパカのイケメンみたいな感じでしょ。アルパカのイケメンってなんで。ちょ、アルパカイケメンでググってみて。ああいう営業たくさんいるから。アルパカのイケメンみたいな感じの、清潔さでしょ。ちょっと調べるわ。アルパカイケメンで。ああ、これ。いるでしょ、いるでしょ。いるでしょ、こういう営業たくさんいるじゃん。ちょっと毎度お世話になっておりますみたいな。毎度お世話になっておりますみたいな。でもさ、売るものと相手によるんじゃない。うちは B2B でさ、相手はさ、製造業だからさ、あ、やっぱ、なんだろう、ウェイ感は全く求められない。ああ、お世話になっておりますみたいな。お世話になっております、言えばいいと思ってる。思ってる。お世話になってねえのにお世話になっておりますとか言うからうぜえなって。あのね、なんかちょっとそう、本当だよ、それ結構言ってたときあるんだよ。初対面なのにいつもお世話になっておりますって。なんなんで。そう、そこはお世話になりますとかさ、ちょっとバリエーション考えるよみたいな。だいたいさ、よろしくお願いいたしますとかもさ、二重敬語だからとか思っちゃうんだよね、うん、俺、うん、で、そういうので俺はこいつ学ないなって思っちゃう時はあるような人間がいるってことも営業さんには知ってもらいたいよ。あ、なるほどね。でも言葉ってさ、うん、時代に応じて変化してってさ、
一応正しい使い方って決まってるけど、それも変化するから、みんながそのあれば、それは正だよね。まあね。よろしくお願いいたしますって、要は今、それが正しい言葉になって、しかも辞書ってそれに合わせて定期的に変わっていくから、改変されちゃうからね。間それが違ってるっ OK になって言ちわゃうれてから。た言葉がそのまま辞書に載ったりするから、で、いや、まあ、だだかかららよろもう、しくお願いいたしますぐらいで許してやれ。言い回し いや、許すけど、そう、言い回しでさ、なんか日本人って言い回しで失礼があっちゃいけないとか、そういうこと気にする人もいるからとか、なんかそういうこと言いがちなんだよね。それはすっごいめんどくさくて、なんか、海外行ってたじゃないですか。で、帰ってきたときに、ほら、メール打つのめんどくさくなったっつってたね。あれ言ってなかったっけ？あれ聞こえる？河村さん。言ってた言ってた。あ、で、言ってたでしょ？今ごめん、ちょっ言とってたでし電波ょ？悪かったけど。聞こえてた？そう、テニオ派とかうるせえやついんだよね、日本語だと。いや、あれあ、さ、聞こえそてのた、なん聞だこえてろた。う。ごめんごめん、電波が悪くて。もしもし。いや、大丈夫大丈夫。あれさ、なんかさ、その、日本語が世界に羽ばたけない原因だと思うんだよね。なんていうの？だっそて、れああるんなとめん思どくさいんだから、もう使おうと思わないじゃん、外国人が。なんでそんなめんどくさいの？みたいな。アトデさんっていう人が作者の気持ち考えてほしいよね、だって。あれ？河村聞こえてる？これコメントも出るな。あ、聞こえる聞こえる。作者の気持そう、ち。コメントも出る。アトデさんね、化け学系だよ。じゃあ、絡む、わかるじゃん。絡むわかるよ 話戻っちゃった。絡むわかる この河村さんはですね、すいません、重複して申し訳ないんですけど、河村さんはですね、絡む2本立ててて、論文読んでてっていう研究室にいたらしいですよ。絡む5本くらい並べてたよ、だって。すごい。5そう、本も嘘で間し違っょてたんだ。あ れか嘘でな？しょ いや、前後生とかだと太い絡むでやって、ずっとダラダラ流したりするから、ありえる並ね。列でできると思う。俺は不正還元をやっていたから、そんな量多くないから、もうガンガン実験かけりゃよかったから、常に圧かけて。だからさすがに5本はできなかったかな。2本が限界だった。川村さん、あのラボでさ、ああ、イオン交換樹脂。イオン交換樹脂だから流すだけ。懐かしいな。一応大丈夫よ。コメントは俺が読むので。あ、すごい。イオン交 換樹あれ、脂話ね。戻すけど、言葉の上げ足取り？あれは旗迷惑だよね。それでさ、無駄な時間を費やすじゃん。その訂正とかで。でも文系の人ってそういうのが大事だと思ってんじゃん。いや、思ってる人いるよ。文系っていうか、俺まあの前の女子そうだっ理て。系でもいるんだけど、能力がない理系と 能力がない理系と文系の人って、基本的にそういうテニオ派とか、そうなんか言い回しとか、そういうのが大事だと思ってて、なんか、体裁ね。最そ近分かってきたのが、なんう。か、要は、その仕事の本質分かってない人ってどこチェックするかって、体裁しかチェックするところがなくて。で、例えば技術資料とかで技術分かるの、異常紙とかで見せると、大概、そこなんだよね。ここが見づらいとか。で、すげえ気持ちもわかるんだよ。で、俺今最近今自分がいるオフィスで、なんかナンバー2ってポジションになって、課長の雑務みたいなのやり始めあれたんで、こか、の4月課から。長心得ですか？心得までいかない課か長代理ですか？ら。いや、なんかただただ雑務やってたけど、でもその代わりその会議の自分が普段やってない仕事とかを見るようになったわけよ。の、なんか、その検索みたいな。で、そうすると、あまりにもわかんないやつって、やっぱ自分も、なんだろう、体裁整えるとこばっか突っ込みがちになっちゃってて、あ、これ良くねえな。なるで、ほテどニオ派ね。とかなんかそういう細かいこと気にしてる人って、細かいことに気づける人じゃなくて、単純に分かってないんだよ、多分。本質。でもさ、その小学校のさ、作文とかでもそうじゃない？そのなんか作文みんないつまでも書けないっていうのはそういう理由で、結局漢字が直ってきたりとか、そういうのしか先生ってチェックしないじゃん。
だからいつまでも文章の書き方を習ってないから、うん、文章が書けるようにはならないんだよね。小学校の作文を一生懸命やってたとしても、うん、なんかそれと同じな感じがするけどね。うん、そもそも論で言っちゃうとさ、うん、あの私立の先生とかは別として小学校の先生とか中学校の先生ってさ、うん、そんな頭くないじゃんこれ怒られちゃうかもしれないけど、うんうんうん、しょうがないよね、うんうん、しょうがない。で多分高橋圭さんは自分は結構日本の中で頭いい方だと思ってるだろうとでもそんな高橋圭さんも自分の文章に自信あるかって言ってないでしょ、うん、自分の文章に。その気になればいくらでも抜けも、なんだろう、上げ足も取れる文章なんだろうなと。ああ、それはそうだね。うん、そういう手に負わとこまで、細かいとこまで見たら。うん。うん。要は指導してる人が完璧じゃねえんだから、そんなみんな完璧になるわけないよね、と俺。まあ、なかなか難しいよね。そう、うん。前に論文の査読とか、ほら、来て受けてたときに、やっぱり、こう、読みましたよっていうコメントになっちゃうんだよね。俺ちゃんと読んでるからねみたいな、そのコメントの仕方になるっていうか評価の仕方になるっていうか、うん、論文のここ直してとかっていうのをこうこっちが出すときに、なんちゅうのなんかその内容そのものとかその本質的にどうこうっていうことよりも、俺ちゃんとこの論文読んでるからねみたいななんかそういう主張をする感じになる瞬間があって、あ、まずいまずい、そうじゃないと思ってちゃんとちゃんとこうしたらアクセプトにするみたいな表現に変えなきゃとか思ったりするんだけど、まあ、なかなかね難しいよね。うん、うん、そうですね。俺この論文読んでるみたいなのも不要だから。いやでもそうなるでしょ、その会社の報告書とかさ、その資料とかプレゼンとか、その添削しなきゃいけなかったりするときに、俺ちゃんと理解してるよとかちゃんと読んでるよみたいな、細かいところまで見てるでしょみたいな主張をしたいような添削になっちゃうんで。そうそうそう、おっしゃる通り、うん、でそのまんまにしちゃうとまずいよね、もちろん、ね、わかります、ね、でもそれでなんだろう、物事進めるの優先にしてさ、うん、スルーパスみたいなすると時々マジでおかしい間違いとかあるから、でそうすると俺は責められるってなるわけです。まあね、まあね、そうね、まあ日本はどうしてもほら立場主義っていうか立場が重要なので、どうしてもそうなりがちっていうか、うん、その体裁、そう立場が一番最初に来ちゃってるから、その立場を、うん、維持するために分からないとは言えないんだよね、うん、内容実は分かってないですとは言えないんだよ。だからグイグイ行くか、そのなんか体裁みたいなところを直すか、その指導してますみたいな雰囲気を出すことによって自分の立場を維持しようっていう風に考える人が多くなっちゃうんだよね、どうしても、うんうん、いやそうだと思うよ。まあね、まあね、はい、電波話が止まったあ、ごめん、電波だ。河村と喋るとなんかあれかもしれない、あの普通に電話してる感じになってしまう、なんかツイキャスをしてるっていう感じ普段はどうなの。普段は俺だってこれコラボしない時もあるから、うん、その時はずっと一人でパソコンに向かってずっとこうだこうだこうだって喋ってるだけで。コラボした時はどんな会話するの。コラボ、最近コラボしてなかったからね。この間のあのお茶に詳しい人とお茶のお話してたんだけど、その多いお茶と生茶と伊右衛門と綾鷹とみたいな、うん、だけど本当のお茶がやっぱりこんぐらい美味しくてみたいな話をしてたんだけど、うん、それはもうテーマが決まってるからね、お茶の話をするっていう、うん、だからしやすいけど、川村さんはもう結構ほらお互いに割と知ってるだけにその掘り下げにくい、うん、だからその向山画家のこととか知ってるけど、ほら、うん、まあ知ってるなーみたいになっちゃうじゃん俺はその話知ってるなーってなっちゃうから、うん、なんか難しい。何回も飲みの席で俺言ってるもんねそうなんですよ。さて YouTube で何をやるかですよ、川村さん。この川村君がですねあのYouTube やろうぜっていうふうに LINE してきたので、俺がしかもなんかほら、なんかこんな感じでやりたいっていうのまで来たので、一応案を出したんですけど、いかがでした？ちょっと俺ちゃんと読み込んでないのよ。
平日、ちょっと忙しかったからさ。別に大したこと書いてないけど、そもそものコンセプトを話さなきゃいけないんじゃないの？そうね、そもそものコンセプトは、その河村と俺とで、その理系っぽい話で、日常生活にあふれてることの中で、学問的な、その理系っぽい、理科とか数学とかに準ずるようなことを話して、ラジオっぽいのしたいよね、みたいな話をしてて、で、まあ、ラフな感じで、そんなにこう、めちゃめちゃツッコミは入れないけど、めちゃめちゃ深くは掘り下げないけど、かといって軽すぎもしないみたいなぐらいの感じで雑談をするみたいなことをしたいよねっていう話をして、まあしかもその川村さんがですね、まあ飲み代ぐらい稼げりゃいいと思ってんだよねとかって言ったんですよ。まあ全然分かってねえなこいつと思っていや YouTube で飲み代稼ぐって結構大変だぞと思ってそれまだ俺もできてないのにと思ってまず YouTube をその広告化っていうか、その収益化するためには1000人チャンネル登録者数がいないと収益化にならないので、ポッドで動画のアクセスがわーって伸びてもちょっとそれだけだとダメっていうのがまずあるんでね、チャンネルの信用力がないといけないっていうのがあって、まあだからその川村と YouTube をやるんだったら、その俺が今上げてるその YouTube チャンネルは、あれは高橋圭マニア向けなのでではなくて、川村と俺とのそのなんかなんとかキャスみたいな、なんとかあのラジオみたいな感じの YouTube チャンネルを作ったらいいんじゃないかなと思うんですよね。あの後手さんがアドセンスきついよって言ってますよ。うん、聞いてる？そもそもあれなの？聞いてる聞いてる。そもそも1000人登録がないとお金は入らない。そう、1000人登録がないと、昔は違ったんだよ。昔は1000人登録がなくても、だから俺も申請さえすれば500何円かな。いらないから、そう、500何円とかいらねえなと思って申請してないけど、500何円だかぐらいは確かあの入るはずだったけど、で今は入らないの？今は1000人以下だと入んないので、1000人は絶対いないといけないんですよ。それ一番ハードル高いじゃん。1000人か3000時間だって。1000人と3000時間だって。3000時間か。1000人と3000時間でしたっけ？そんなに厳しくないんじゃなかったですか？1000人勝つじゃないと思いますよ、多分。1000人。アンドとオア。オア。うん、オアじゃなかったかな？違いましたっけ？アトデさん。アトデさんね、あの、多分僕らよりもちょっと上なんですよ。まあ、ちょっとですけど。で、アトデさんって、あの、結構すごいんですよ。料理ブロガーで、その料理のブログで、割と収益を上げてる方なので。まあそれこそ後出さんと川村と俺でやってみたら面白いかもしれないけどね。俺が案出したじゃん、あの、うんうん、密造酒作ろうぜってやつ。うんうんうん、うん、あれエタノール 1% 以下なら捕まらないらしいよあ、そうなんだ。じゃあ何、あのなんだっけ、本割みたいな、ほろ酔いみたいな感じだったらいいわけ。ああ、で、そうだよね。やろうって言ってたのが、俺的にはマニアックにせずに、小学生が楽しめるようなやつにしたいなと思ってた、うん。なかなか難しいね。小学生が。うん、まあね、ピタゴラスイッチみたいになっちゃうかもしれないなるほどね。アドセンスの規約に、アドセンスの規約にアルコールがダメとか書いてあったら厳しいかもだって。あ、なるほどね。あ、そうなんだ。小学生がっていうと難しいな。小学生ってどうしても埋虚的だからね、その理科っていう科目がつながってないじゃん。そう、そこが難しいんだよね。なんかなんだろう、その空の話は空の話だし、コマの話はコマの話だし、なんかこう埋虚的だからね、理科が。で、植物の話は植物の話だし、植物どころか朝顔みたいな感じだよね。そうそうだったっけ小学生ってそんな感じじゃない？あと何がある？小学校、俺小学生教えてなかったんだよね。お前小学生教えてたの？聞こえる？音とか
音とか。音うん。ね。まあ、例えばさ、髪の毛をさ、一本抜いてきてさ、で、後出さんがコメント出してるけど、広告そうで収す。入を得るごため丁には寧以下に。の4つの条件を満たさなければなりません。直近12ヶ月の総再生時間が4000時間以上。チャンネル登録者数が1000人以上。18歳以上であること。広告掲載に適したコンテンツであること。だってさ、だって。それが YouTube で何広か。告収入を得るための。で、多分この中で一番きついのはチャンネル登録者数が1000人以上だと思う。12ヶ4000時月間の総か。再生時間が4000時間は1000人いけばある程度いける数字ではあると。なるほどね。まずだから1000人超えないと話が始まってこない。まあ、18歳であることはもう超えてるので全然大丈夫なんですけど。ちなみに川村さん今6人の方が見ていらっしゃるので、なんか面白いこと言ってください。あ、増えてる。はい。増えてます。はい、じゃねえよ。俺、芸人じゃねえんだよ。6人、いや、だからさ、結構だからすごい話だよね。6人俺らのこのヨタ話を聞きに来てるっていうね。この感じね。すごい、贅沢な時間の使い方をされるよね、みんな。あ、一人減った。ダメだ。数字にとらわれちゃダメだよ。そうなのよ。で、これ意識するといなくなったりもするから、面白いんでね。またほら一人減ったよ。そうなのよね。それが結構面白いよね。あれ、話戻そうか。何をやあ、ろういいかっよいいていうので、よ。理論系と実験系があるといいなと思って、理論系と実験系ってなんか、研究室みたいに言ってるけど、まあ、こういう原理があって、実はこういうのに使われてますよっていうのを説明する、トークするのと、あと実際にやってみようっていうので、まあ、さっきのアルコール作ろうぜみたいな、蜜月作ろうぜっていうのは一案として、別にペニシリン作ってもいいからね。実験をやる場合になると俺ら会わなきゃいけないからね。なかなか、はい、まあね。じゃあそっちでやってくださいみたいな感じにはできないでしょいや、それに合わせて、コロう。ナがひどくないときは行くよ、東京の方に。ああ、ほんと、いいよ。まあ、だからなんか本で当はも飲みそう代行ったいう。けど、新幹線代を稼ぎたいよね。なんとなく、そのムーブメントだったら田中さんが入った方が面白いかもしれないね。田中君ほら、なんかサイコパス性があるから、あとなんかほら、いろんなこと知ってるからさ。という、なんでその先にいろん YouTube なこのとを企知ってる画。を言わないの？サイコパス性をなんで最初に言うの？ だって田中君を説明するのに、なんだろう、いろんなことを知ってるやつはいくらでもその辺にいるんだけど、サイコパス性っていう意味では、あいつしか知らないもん、サイコパス性田中君があるんだったら、田中君を24時間撮影してた方が絶対面白いじゃん。いや、それはね、まずいね。それっていうか、俺が見たいね。24時間田中撮影したやつ。いや、なんかね、俺ね、一回ね、それ本当に考えたことがあって、田中くんのことをひたすらブログで書いてみるブログとか、田中くんのことをひたすら YouTube で喋るとか、そういうチャンネルを作るとか一回考えたことがあるんだよね。あれコンテンツになるんじゃないでかなもと思って。さ、サイコパスってなんか中高生とか憧れてそうじゃない？なんか、まあね。500円くらい取ってさ、サイコパス監視サイトみたいなの 作ってさ。もう田中君やばいからね、ほんとね。もう何がやばいって言えないんだけどね。田中君見て憧れる？だって。田中君見て憧れるかな、若い子たちが。いや、だってさ、あの田中君を見て、さらに高校生で中退しちゃった子、高校中退しちゃった子が田中君を見て、なんか俺がさ、そのことをちょっと喋る時があって、でもまあ、高2にとって、
大学行った方がいいんじゃないのみたいなこと言うじゃん俺が。そうすると、うん、その子が、だって大学とか行ってもあれになるだけじゃないですかって田中くんを指さすっていう。だから行く意味なくないっすかみたいな。せちがらいな。せちがらいよ、もうちょっとなんかもうやめてくれっていう。だから田中くんを、そのなんだろうな。いや、俺らから見ると田中くんってやべえやつなんだけど、あれを、その、下の世代から見たときに見え方が全然違うんだなとは思うよ。あ、あんなのもいるからいいのかってなっちゃうっていう。そう、いや、本当に、本当に。で、それ結構怖いよなと思って。いや、怖いっていうか、あの、いろいろ君もそうだし、その子も田中君に失礼よね。めちゃくちゃ失礼よね、それ。まあ田中くんだからいいんですよ。てか、何この参加してる方は、ガタガタは田中くんを知ってんの、はい、ああ、でも、俺、田中くんの話は、こう、キャスで大体出すから、田中くんっていう人がいるっていうのは知ってると思う。どういうことなんでなんで嫌なやつなの、ブロードキャストで、うん、ディスられてるんだよ。いや、だって田中くんここで出すと喜ぶからね、別に。で、いや田中くんとはだいぶコミュニケーション取ってるから、田中くんこが、いや、K くんこれは絶対キャスで言わないでねって言われてることも何個かあるから。うん。うん。それは言ってないよ。それも言うでしょ。いや、言ってない言ってない。それは言ってないよ。だっていつ田中くんが聞いてるか分かんない。今だって聞いてるかも分かんない。はい。そうなんですよ。あ、で、話をもう一回戻す。なんだっけ、はい、君が送ってくれたテーマ。そうです。あ、確率ね。確率とか面白いよね。うん、確率はいいんじゃないかなと思うんだよね。確率は。一、うん、回。いや、あの。いろんなギャンブルの期待値を比較してもいいかもね。ああ、なるほどね。うん。あの、ダブルアップってあるんじゃん。ダブルアップって期待値が、うん、あの、あれになるんで。自然対数の定になるんだよね。だから。今二乗だからか。なんでだか忘れちゃったけど。そういうことばっかり覚えてて。まあでも自然対数か。E になるね。E になるわけ。で、自然対数の定ね。で、だから 2.7 だから、まあ2回ぐらいまではやる価値があるんだよ。ダブルワップって。みたいな。あとあれやりたいな。何？ドルコスト。あれなんだっけ、あの投資でさ、なんかドルコスなんとか法っていうのがあるんだよ。俺知らない、それ。教えて。ちょっと待って。ちょっとすぐ調べる。名前忘れちゃったな。株を買うときに、うん、毎回同じ株数を買うんじゃなくて、毎回同じ額で、その時に買える株数を買うと、うん、下がった時に多く買えてっていうのがあって、で、経験を取ると、得しやすくなるっていうのを、多分、数学です。証明できると思うんだよね。なんか面積論とかできるし、証明できるんじゃないかな。面積とかで。でもさ、それ確率なのかよ。それって確率なの？それ確率じゃないか。いや、確率じゃないか、そうか。そうなんだよ。いや、あの、下手にさ、下手に俺のこと知ってる人は、うん、そういう人たちいるから、全然。だから、結構ね、それが難しいのよね。うん、下手なこと言えないのよ。下手なこと言うと、いや、高橋さんこれ違いますよ、みたいな。で、俺の信用が落ちる。いや、言わせとけ。で、あとリスク論とかは、そのリスクとベネフィットが掛け引き計算できるみたいな。で、製品で、その何万個に1個は、その不良品が出るはずだから、みたいな感じで、予算を決定しておいて、みたいなのとか、うん、あと、ほら、アイスクリームの売り上げが夏は高いけど、冬は低くなるから、みたいな。それでその、うん、あの期待値の計算をすることができるとか、なんかそんなのとかさんはまあ、でも難しい仕組みなんかいいんだよな。まあそうね、ちょっと難しいかもね。突っ込む人たちに向けたコンテンツじゃないからいいと思うよ。だって後出さんが、あのね、後出さんからね、結構ね、その YouTube とかブログとかで、その戦略的にやっていく上で
重要だよって言われたことがあって、その、うん、飯の種を明かさないだって。ここでベラベラ喋ってる俺は失格だもん。いや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 、そういう意味じゃなくて、その例えばだから y イコール ax プラス b みたいな、うん、その関数は自分たちで持っといて、うん、それは教えないと。うん。で x にいろんな値を入れて x にこれの値を入れたら y が出てきますねっていう、うん、その関係性だけをそのネットで喋ったりとか書いたりとかしていくと。でその、ね、だから飯の種になる y イコール ax プラス b みたいな、もしくは y イコール ax 次乗プラス bx プラス c みたいなやつは教えないっていう。で後でさんにそれ言われて結構俺がハッとしたのは、俺って関数全部言ってるなと思って。うん、うん、あの俺こういう関数使ってこれを解いてるっていうのを言っちゃってる。だから、うん、数が稼げない、うん、コンテンツの 数が稼げないから、あのなんかそのなんだろうな、関数になるもの y イコール x プラス b になるものっていうのは、うん、なんかここで決め、まあ、ここで決めなくてもいいけど、なんか見つけないとちょっと難しいかもね。やり続けるのが難しい。なるほど。うん。どうしても。なるほど。で非常にその通りだなと思ったけどね。で例えば、その、まあ、どうしても仕事しながらだから楽なのは、そのニュートンとかの、あの解説をしちゃうとか、ニュートンに書いてあったことをまあお互い読んでそれについて喋るとかは、うん、まあ楽っちゃ楽だよね。その関数、これは楽だね。そう、関数そのものがもう俺らはニュートンを読んできてそれについて毎月喋りますっていうのが決まっちゃってるわけだから、うん、でそれ別にバレててもいいわけじゃん。この関数使ってますってバレててよくて、でそれで読んできた内容を喋るみたいな、うん、もうテーマが最初から与えられて決まってるっていう意味では楽かもしれないね。そういう方が確かに、まあそれでディスカッションするというか、うん、そう、こっちで決めようとするとやっぱりすごい大変なんだよね。でなんか確率の話してみようかとか、うん、二次関数とか二次方程式の話してみようかとか、なんかそんなのあげたじゃないですか俺。パーコレーションの話をしようとか、コンピューターってどういうものなのかみたいな話をしようとか。コンピューターはいいけどパーコレーションはな、まあ、パーコレーションっていう言葉があんまりあれじゃないもんね、その一般的じゃないもんね。なのでなんかそういう、それを一個一個自分たちで決めていくのってすっごい大変だから、なんか簡単に関数があって、うん、それにこう x に適当な数を代入すれば y が出てくるみたいな感じにしたいよね。そっちの方が続くと思うんだよね。という、うん、しかし可愛いコップ使ってんな。これミニソタでもらったの。これねピカチュウなんだけど、ティカチュウって書いてある。パチモンじゃんよ。アメリカ仕様です。これパチモンなのかな、これ。いや、パチモンだ。いや、パチモンなのかなっていうか、あれでしょ。任天堂っていうか、なんてメディアファクトリーだっけ、ポケモンの会社って。ああ、そうね。いや、メディアファクトリーから許可得てないだろうか。そこへの水は電気分解されてそうね。どういうことですか。どれ、これピカチュウが持ってる水じゃない。うん、ああ、そういう意味か。そういう意味か。いや、後でさん難しいっすよ、うん、その冗談。すげえ知的なツッコミすぎる。確かに。全然思わなかったわこれ。なるほどね、そういうことか。知的な、はい、そんな感じですね。というわけで、川村さん、なんかまとめてください。え、まとめんの？まとめるっていうか、やることを。次、やることはまとめとく。そう、PDCA 回さないと。まあ、今でも今日これ、ほら、ツイキャスできたから、少なくとも俺とこうやってダラダラ、公開で喋ることはできます、いつでも。でも、いつもの電話とそう変わんないけどな。やってるのはな。まあ、いつもの方がもっと口悪いよな。俺ら。
だいぶ抑えてるもんな。だいぶ抑えてるよ。もうストレスが溜まってしょうがないですよ。ストレス社会ですよ。はい、確かに。今日のハイライトで言うと、俺が、あれかな、はい、小学生の先生ってのくだりかな。あれはちょっとよろしくなかったかな。じゃあ、あそこを切り取って YouTube に上げときますね。なんであ、これ YouTube に上げていいのこれ。そのまんま。え、今日のはダメでしょ。あ、今日のダメなの。え、あげたいの。てか誰が。別に。いや、あげとけば誰か。いつもあげんの。いつも俺これやって、こっからダウンロードして、だってもうさ、編集がめんどくさいのよ。うん。編集とかみんなよくやるなと思って。これそういうほらめんどくさいことやりたくないから、ただ喋って。そう、面白けりゃ見るだろうし、面白くなきゃ見ないっていうだけじゃないですか。だからとにかくただ喋ってとにかく上げるってことをしてるんですよ。でも何も見ないで、だからこう生で喋るスキルはついてるんですよね、ある程度は。ある程度はね、なるほど。なんか撮っておいて、まあ、でもこれやってるとなんか喋るスキルが上がりそうだよね。うん、なんとなくね、上がっちゃうよね。上がっちゃうっていうかね、喋りすぎちゃうよね、会議とかで。会議とかで喋りすぎちゃうんだよ。だってさ、ツイキャスはで俺一人だから。一人で1時間ずっとパソコンの前に向かって喋るんだよ。やばいじゃん。ずっとこぐ奮闘してるから。うん。だから、それが慣れちゃってるから、一人で喋るのがどれぐらいの時間かっていうのが分かってない時があるんだよね。で、喋りすぎちゃう。いろんな意味で。そう、内容的にも喋りすぎちゃうし、うん、そうダメですよ、ね。なんか最近始めたこととかないの？すげえ脱線するけど。最近始めたこと？なんだろう。最近始めたこと？うん、え、熱力学とか？いやいや、そういうキモい話じゃなくてさ、人として。人として？人として？なんだろう、人としてじゃなくて、なんか京極夏彦の本を読むとか。分厚いな。これめちゃめちゃ分厚いでしょ、これ。これやばいよ。600ページ読んだのに半分いってないっていうね、やばない。そんだけ長いと最後の方でまた最初なんだったっけって。いや、それがね、あんまないのよ。それあんまないのよ。この京極夏彦ってすごくて、京極夏彦ってほんとすごくて、その物理っぽいのよ、うん。で、言葉をちゃんと。もともと理系じゃなかったっけ、その人。いや、違うと思う。大学とか行ってないよ、この人。え、そうだっけ？うん、と思う。で、その、ちゃんと言葉をこう定義していって、なんか、バラバラにね、事件が起こんねん、最初。だから、最初の500ページ、すっごい辛いの、うん、読んでると。だけど、その、全部収束していくから、全部、伏線が全部回収されるから。うん。みたいな。なんか理系っぽい収束のされ方が。あ、まあ読んでて面白い推理小説だなとは思う。あと何始めたかな。始めたこと、え、川村さんなんか始めたことあるんですか？ツイキャス？いや、始めたことっていうか、なんか俺も趣味ないから何しようかなと思ってさ。ああ、だから俺たまにこの間15年ぶりぐらいに J リーグを見に行って。へえ、今コロナで。だからもう自分もやる年齢じゃねえしと思って、で、コロナでチケット取りやすいし、で、ひどくなるとまた無観客になっちゃうんだけど。はい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 。いやまあ。もともとあなたサッカー部だもんね。そう、でも自分でやる方で昔全く見てなかったんだけど、もうやる年齢じゃねえなっていうので、なんかだんだん去年ぐらいから見るようになって、うん、別にやってもいいと思うけど。そんなに体力の衰えを感じるんだよ、やっぱスポーツやってる人。感じるよ、もう無理よ。え、俺全然わかんない。スポーツほら一切やんないから、だからなんか歩くぐらいじゃん。別にその若い時と歩ける距離とか変わってないし、そんなにその体力の衰えを感じるなってことはない。いや、子供の頃にさ、なんかスポーツ新聞とかさ、スポーツの話題で盛り上がっておっさん見てキモいなと思ってたけど、
語るんだったらやればいいのにと思ったけどね、おっさんの気持ちすげえ分かるようになった。いやいや、体がついてかないからさ。マジか。で、そのうちなんだろう、で、自分より若い人たちが頑張ってるわけじゃない。うんうん。だからなんか希望をそういう人たちに託すようになってたよね。ああ、もうめんどくさい親父になってますね。そう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 。理想押し付け系ね。で、おっさんたちの気持ち初めて分かった。おっさんってなんであんなスポーツやらねえのに語るの好きなんだろうって、ああ、そういうことかって。なるほどね。夢と希望をね、託してるんだよ。やっぱなんか、そういう感じよりは、俺は自分でなんかやりたいっすね。うん。いや、そう思ってて、俺も。うん。まあだからツイキャスとかしてるんだよね。だから肉体を使う系って、早熟じゃん。まあね、残念ながらそうなんですよね。うん、逆に頭を使う系って掃除じゃないからさ。うん。そう。まあ、晩成っていうの、うん。まあでもやっぱね、朦朧してるな、このおじいちゃんって思うことはあるけどね。うん。あるよ。正直。もう何にも言えなくなるよね。だけど本人なんかほら、なんかいいこと言ったみたいな感じになっちゃってるから。なんかいいこと言ったってなの、そうそう、なんか俺すごいこと言ったでしょみたいな、ね、そんなのググれば出てくるよバーカって思っちゃうんだけど、まあ大変ですよね。ググれば出てくるっていいよね。そのさ、ググれば出てくるような内容をすげえ偉そうに言ったりするじゃん、あの65歳以上の人たちって、うん、本当ね、うん、か、まあ、まあ65に限らずじゃない、まあそうなんだけど、うん、なんかかわいそうだなと思うよね。かわいそうです。え、かわいそうじゃない、だって時代特有じゃん。だって彼らが若い頃はそういうことはなかったわけだから。うん、うん、だからなんかかわいそうだなと思うけど、でもまあもううざいことには変わりがないから、ああね、どうしたらいいのかなって感じはするけど、かわいそうですげえ思うのがさ、うん、あのコロナになってさ、うちほとんど在宅になったんだけど、うん、会社すげえ行きたがる組と、うん、もう会社行かなくていいなら行きません組で、すげえ二極化してるのね。で、なんだけど、はい、コロナになって在宅推奨になりましたと。で、二極化して会社行きたがる派と、はい、会社行かなくていいなら行かなくていいだろう。で、まあ若い人は総じて会社行かなくていいなら行かなくていいだろうが多くて、うん、とにかく会社行ってなんか誰かと会いたがるおっさん多いんだけどさ、うん、で、まあなんか単身とかで一人の人だったら気持ちはわかると、うん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 、でも家族とかいるのに、やっぱなんだろう、うん、家に居場所ないからとか、家でやることないからって言って会社に行きたがる、うん、これってなんかかわいそうというか虚しいなと。すげえ一生懸命働いてさ。それあれですよね、疎水結合みたいなやつですよね、うん、なんか嫌われている者同士がこう集まるみたいな。てか家でやることないってなんでって思うけど、まあ俺はあんまり信じられないけどね、家でやることいくらでもある。うん、俺も信じられない。やることあるよね。いくらでもあるかな。携帯いじったら本読んだりいくらでも時間潰せるよね。今だったら動画見たりとか、昔以上にやることあるよね。そう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 、いやそういう、これをやりたいから行くならいいんだよ。いやいや、まあわかる、言ってることはわかるよすごく。基本的にその居場所がないから来ましたって。居場所がないから。うん。うん、世帯主が何言ってんのっていう。そのさ、世帯主が家に。そこでもさ、すごい難しい問題でさ、その、家に居場所がないっていう状態はどうしてなってしまうと思う？何なんだろう。でもさ、それってさ、ないっていうのはあれでしょ、家で要は相手にされてないからで、かわいそうなのが年齢だけ重ねるから、あの、軽症に扱われるわけよ、おっさんだから、会社って。だから、会社の方が居心地よくなっちゃうんだよね、ある一点超えて。で、その人の本人の魅力じゃなくて、年齢重ねて、ただポジション寄りになったからとかもあって、まあ、あと一応先輩だからって。で、自分より立場の弱い人間がヘコヘコしてるのを見て、自分は求められてると。
それに対する利害関係だよ。で、家族っていうのは単純にこいつ面白くないとか気持ち悪いと思ったらはっきり言う、うん、お前つまんねえと、お前気持ち悪いと。すげえな、こいつ絶対燃えるぞ。あれ被害者でもあるんだけど、彼らで会社の被害者の受け皿、受け皿にしちゃいけなくて、で何がいけないかっていうと、そういう人たちって、まあ、若い頃は一生懸命会社に尽くしてたのかもしれないし、仕事すげえ頑張ってたかもしれないけど、それしかやってなかったから趣味とかはないわけ。時間を潰しか、うんうん、時間潰し方が分からないわけ。うん、だから最初のその河村が向山が蚊にいて、うん、で、なんだろう、あの、いきなり時間ができると、なんか何やっていいか分かんなくなるっていう、うん、そういう状況と同じ。そうそうそう、そういう状況と同じ、うん。で、これ、やっぱ趣味がないっていうのはね、いけないなと、改めて思ったから、なんか趣味を作ろうと思って、J リーグ見に行くとかやり始めた。なるほどね、なるほどね。で、ちょっと YouTube やってみねえか的なね。うん、なるほどね、なるほどね、確かにね。まあそれは科学館行った時に本当思いつきで言ったんだけど、科学館が面白かったから、うん、うん、まあでもいいよね、きっかけとして。まあね、うん、趣味をね、まあ、趣味があるって俺素晴らしいことだと思って、何でもいいから趣味何かに打ち込めるって言うと趣味っていう、いやそれでもいいと思う。いやどうかな。趣味ツイッターはやっぱりダメだと思うよ。もうやっぱね、俺のアンチとかでずっとこの人ツイッターやってんだろうなっていう人いるからね、うん、ずっとあれはあれでどうかなと思っちゃうけどね、うん、まあ川村から見れば俺もそう見えるかもしれないけど、こいつずっとツイッターやってる、うん、一緒一緒、全員一緒。まあそうだけど、でもなんとなく趣味がツイッターだけだとちょっとね、なんかやっぱ他のものを持たないと、音楽やってみるとかさ、うん、まあそう、でも趣味ツイッターでもいいけど、なんだろう、2時とか3時とか4時とかに書いてる人いるじゃん、仕事してはずに、次の日朝早いはずに、はいはい、なんかかわいそうって思う。でもほら、仕事に一生懸命になって仕事に全てを捧げてるのかもしれない、うん、それはそれで、いやそれはそれでいい人生じゃない、わかんないけど、どう、え、じゃあしかも次の日仕事もあるのにだよ、2時3時4時、うん、まあそれがだからクソくだらないことやってたらやっぱりダメだよねとは思うけどね。でも自分がほら心からその与えられた素晴らしい仕事みたいな風に自分自身では思ってるんだとすればいいんじゃないの？え、それ何か、え、何なんだろう。え？え、だからその2時3時とかまで仕事して次の日も仕事、あ、違う違う違う、2時3時とかにツイートしてる人、うん、ああにツイートしてる人か、まあね、いや、わかんない。あの、まあ、寝つけないからやってんのかもしれないけど。まあね。早く寝ろって感じだよね。そうそう、早く寝ろって。うん、それはそうね。そうね。まあ、俺、あえてその時間にツイートするときあるけどね。たまに。変に起きちゃってるとき。こんな時間でもツイートできちゃう俺、みたいな。でしょ？ある。それあるやん。そういう時ある。ツイートしてる人って。そう。ある。ツイートしてる人、ツイッター。なんかね、ほら、その中学生の時とかさ、高校生の時とかさ、あの、うん、深夜にテンション上がることなかった？まあ、あるよ。往々にして読むのがテンション上がったりするよ。往々にして、え、なんかこうやって電話してて、今からさ、告っちゃえよみたいな、そういうノリ。あれだよ、ね、で夜送ったメールが恥ずかしいメールになってるっていうあれ。そう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 、まあ、たまにさ、それ会社でやってる人いるけどね、会社のほらあのメールとかさ、チャットとか、うん、いない？夜遅くに高ぶったやつ送ってくる。そう、夜遅くに高ぶった意識高いチャットが送られてくるやつ、あれあれマジいい加減、ああいうの見るとお前はツイッターやれって思うわ。そういう人たちの
モヤモヤストレスの発散にツイッターを使えばいいんだ。そう、なんか高ぶってるメールを送ってきて、俺この時間にこんなメール送ってるってどうやんのやつね。あれ社内でやられるとムカつくでしょ。あれ社内でやられるとマジでムカつくじゃん。なんかしかも無視もできないしさ、そうですねみたいな。カメラさん確かに、あ、盛り上げていきましょう、これは社運がかかってますからみたいな、なんかそういうの返さなきゃいけない感が出たりするじゃん。うん、朝テンション低い時にメール開いてメールボックス結構溜まって、しかも内容のねしょぼいメールで荒らすんだよね。そうそうそれイラッとするじゃん。だけどツイッターだったらさ、それ別にいいじゃん。そのなんかくだらないツイートしてるけど、そのなんか本当に誰かいいなと思ったら、世界中で誰かがいいなと思ったらいいねとか押すし、うん、ね、でマジで誰からもそのなんかこれ意味ないなって思われたら無視されるし、反応が二分されるじゃん。その深夜のテンションでツイートしてもバズる時もあるわけよ。でバズらない時もあるわけだから、その深夜のあのもう何でも俺いけるぜみたいなテンションが間違ってるわけでもない時もあって、それが正しい時もあるんだよ。で正しいかどうかは社内ではジャッジできないから、だからツイートっていうオープンスペースにその投げてみて、それが正しいかどうかをフィードバックして、次また深夜テンションになった時にフィードバックがかかるじゃん、うん、だから確かにその深夜にあの会社のチャットとかで送られるとマジイラッとするけど、ツイッターでされる分にはそんなに被害はないからいいんじゃないかっていう、うん、なるほどね。あ、ここでなんかテーマ君書いてくれたね、はい、向井山が、はい、今ツイッター開いてみたんだけど向井山が向井山画家での生存戦略でなんだよ。ちょ、向井山画家の人がいるかもしれないから、向井山画家の人に向けてほら生存戦略ちょっと話してよって思って、どうしたらいいの向井山画家に入っちゃったら。考えてんのかな。あれ、河村さん聞こえる？聞こえなくなっちゃったかな。あ、もしもし。はい、はい、もしもし。はい。あ、聞こえる？うん、聞こえます。いや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 。生存戦略ちょっと語ってみて。生存戦略はあの洗脳される方が早いと思う。自分はアカデミックで生きていくんだっていう気持ちになって、僕はケミカルエリートなんだと。そういう気持ちで洗脳されて、今は修行時だと。ちょっと待って、いろいろ突っ込みたいんだけど、ケミカルエリートって何？ケミカルエリートだよ。ケミカルエリートって何？いや、知らないの？ケミカルエリート知らねえよ。ケミカルエリートってなんだよ、マジで。え、よく言うじゃん。よく言わねえよ。いや、俺ら言ってたよ。よく。いや、あの人ケミカルエリートだから。俺らとは言えない。あの人ケミカルエリートだから。何々系の何々さんはケミカルエリートだからって。いや、その、向山学派の中でも、向山さんの弟子たち、はいはい、多分30人ぐらい教授になってるのかな。はい、その中でも、やっぱね、上位の方の人とか、1月1日しか休みなかったらしいから。すごいよね。え、年間で365日で365日で364日実験してたらマジか。うん、めちゃめちゃ厳しいって言うよね。だから自分はそんな生活をしてたからさ、どうしてもそうなっちゃうんだろうね。多分日曜休みなだけで俺優しいだろってなってると思う。なるほどね、まあ、そうやってそのもう自分を洗脳していくんだ。あの人はケミカルエリートだから、あの人みたいになりたいみたいな。で自分もケミカルエリートになりたい。そうで、やっぱりハードワークをしなきゃいけないんだ。今ケミカルエリートに、そう、ケミカルエリートに私を突っ込んでるんだって気持ちになるしかない。もう絶対入るなってやつやん。もう聞いてる人でこれ入りたいって人いないでしょ。いやい
やいやいや俺ケミカルエディットになりたい。俺ごめん、どうしようかな。でもここ YouTube 残したいな。限定公開で残そうかな。これだって面白いもんこれ。ここで前もっと読んでたらもっとなんだろう、準備してというか改めて話せ。じゃあ改めて話せ。ケミカルエディット、ちょっととりあえずケミカルエディットでツイートするわ。ケミカルエディット気に入った。岡山学館にい、そう、ちょっと面白い交換が。やっぱね、川村さんね、そのワーディングがね、いいんだよね。ワーディングが、ほんとね、絶妙にクズなんだよね。その、ケミカルエリートっていうバカにし方。クズじゃないって、ケミカルエリートだって。いやいや、そのバカにし方。いや、エリートって言ってるからみたいな。全然バカにしない。それ、どこから発生したの、ケミカルエリートって。あの、Y剣で発生したんですか？Y剣いた Y剣だよ。Y剣ね。Y剣ケミカルエリート言いまくってて俺。え、Y剣自分たちがケミカルエリートとは言ってない。いや、いた。Y剣で。あの、あ、そうなんだ。下っ端はみんな仲良かった。うん。あ、そうなんだ。さすが。大変でしたね。みんな奴隷だったか。あと、なんだっけ、川淳に聞きたいこと。技術営業って何してんのか。どうですか、技術営業。これ今度話そうか、じゃあ。まあ、そうね。これ今度にしようか。それは、あと、うん、結構話せることあるから。東大修士卒と、東大博士卒と、どんぐらい評価に差があるのか的な話とかね。差があるって何？頭の良さ？違うでしょ。いや、その、社会からの見え方でしょ。頭の良さなんか変わるわけないじゃん。社会からの見え方って東大出た時点でなんかみんな一緒なんじゃない？あ、そう。やっぱ川村さんもあれですか、会社内で東大卒って見られるんですね。うん、見られるね。見られるのと、それに対して嫌味を言ってくるやつもいるよ。うん、だから逆に損なんじゃないかなって思うことないですか？逆に損かもしれない。人によるけど。その、なんか、社内政治をさ、勝ち抜く意味で、東大って、逆に足かせになったりしません？うん、あ、で、思ったのは、いい大学行ってる人って、いい大学の、たくさん行ってる会社入った方が、働きやすいと思うよ。そらそうや。そらそうや。なんか、思ったよりも、なんかね、うん、就職氷河期の時の人代とかもそうだし、なんだろう、上の方の世代って結構学歴のこと気にしてんだよね。コンプレックス持ってんだよね。うん、俺らぐらいと思った下の人なんてあんま気にしないじゃん。うん、誰がどこの大学出てるとか。うん、結構、段差ぐらいかな。今の40ちょい過ぎぐらいの人たちから異様に気にすんだよね。飲みの席でもなんか大学の話してとかで。俺らの代ってそんなないと思うんだよ。うん、まあまあまあ、普通はそうだと思う。そうだよね。え、うん、なんでこの人たちこんな大学何好きなんだろうみたいな。うん、でもその。まあ、カラブルセブンね、みたいな感じで、なんか毎回言うんですよな、みたいな。知らんまだ言われんの？河村さんがまだ言われるんだ。まあ、お前東大だからなって言われるんだ。うん、まあね、その直接的な表現をせずに。まあ、カラブルセブンね、頭いいからねみたいなね。うぜえなって。いや、うん、そうなんだよね。それほんとね、めんどくさい時あるんだよね。あれ、なんでそんな気にするんだろう。でもそういうことが昔はそうだったのかな。そういうので差別されてきたのかな。うん、だそういうのっていい時代になったんじゃないかな。いや、でも今の若い子は相手の、うん、今の若い子は結構気にすると思うよ。そう、あの、若手 TV が良くないよね。何それ。若手 TV って結構ほら、あの、賢い子たちはみんな知ってるわけよ。そういう YouTube があるんだけど、なんか、ま、街中で学歴を聞くわけ、うん、でその学歴を聞く前に見た目だけで、そのこの人何大っぽいとかってやるわけよ、街中で、うん、でその京大出身の高田風民ってやつがすげえ低学歴だとめちゃめちゃバカにするのよ。うん、
なんかそのなんか団子屋さん、団子屋さんだっけな、なんか団子屋さんかなんかでその作ってくれて、あ、これ美味しいですねって言って、でお兄さんはどこの大学ですかって言ったら、あ、私は専門学校ですみたいな、専門卒が作った単純な味でしたみたいな、そういう感じを出すでその一応その名目としてその若手 TV ってああいう大人になっちゃまずいぞっていうのを演じますっていう体でやってるんだけど、明らかにその学歴差別を楽しんじゃってるのよ。なるほど。であれを見てるから、その昨今の若い子たちの話を聞くと、やっぱ若手 TV の価値観で喋る時が結構あるんだよね。うん。でそのいや例えばなんか国公立、そう偏差値が高かった方が、うん、連れてきた人で偏差値が高かった方が勝ちみたいな、そういうゲームしてたりするのよ街中で、うん、でそのルールの中に国公立は偏差値プラス5とか理系だとプラス5とかっていうルールがあるのよ、うん、でそれをその普段の中で彼らが使ってたりするわけだから、あいつでもさ、あ偏差値いくつだけど理系だからプラス5だよなとかって、なんでプラス5にするのって思うじゃんこっちはだけどその若手 TV が浸透してるから、そういうこと普通に言い出したりするんだよね。マジかってなる。そんな流行ってるから、まあまあ流行ってると思うよ、あの高学歴の子たちは。やっぱ受験をしてる高校生はほぼみんな見てるから、若手 TV。 うん、まあ多分川村も見たら笑うと思うけど、笑うと思うけど、あの多分ちょっと冷静に見ると、もう大人でだから俺ら関係ないじゃん、関係ないから見た時に、うーん面白いけどみたいな、これこのまんまだとちょっとまずいよねみたいな、これを高校生とか中学生とかが真に受けてそのまんま大学に入ってったりとかするとちょっとまずいよねって思ったりはする、うん、そういう意味では俺らの世代は異様に大学がどこだかとかはあんまり気にしてないかもしれない。俺とか田中くんは結構気にするけどね。俺とか田中くんは多分この世代の中では気にする方だと思う。わかんないけど、大学が長いから。田中くんはよう分からんけど、高橋に関してはセルフブランディングの一環で言ってんじゃねえのって思ってんだけど、うん、まあそうだね、多少そう。そうでしょ、うん、そうだから別にそれをセルフブランディングに使う必要はないから言わないうちに、うん、そもそもこれ本当に出たんだっけみたいな感じになっちゃったけど、うん、そう別にその例えば相手がその大学出てるとか出てないとかどこの大学とかっていうのは俺は話してる上ではあんまり実は気にしてない、実は気にしてないけど、そうね確かにそれが的確だね。セルフブランディングっていう意味ではちょっと気にする。一応どこ大なんですよねっていう言い方はするかな、うん、そうね、そのためでしょ。まあ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 、じゃあまあまた近いうちにやりましょうこれは。あそうだね。で、まあ、YouTube のチャンネルを作ってもうちょっと計画を詰めないと、うん、まあそうだな、うん、ちょっと考えるか。まあでも別に次また適当にできるときに技術営業の話とか聞いたら、うん、まあしますか。わかった、うん、はい、じゃあお疲れ、はい、これでいいの。またね。いやいいですよ、はい、面白かったですよ。まあこんなもんじゃないですか。こんなもんでいいの。こんなもんですよ。いやでもあの慣れてくるから、だんだん慣れてきて、うん、その、 あの人をとどめておく感じの話し方ができるようになると思う。なるほどね。うん、しあとなんだろうな、だもう田中くんとはもうこれやんないもん。これでやると要するにそれを二人とも意識しちゃって本音で喋れなくなっちゃうから、うん、だからそう今多分川村と喋って電話で喋ってるのとあんま変わんないんだけど、うん、田中くんとだとやっぱちょっと全然違うかな。その外面の俺らになってるから、その外面の空気感っていうのが出始めると、ね、YouTube でやって面白いかもなっていう感じになるかな。うん。はい。いや、じゃあ、分かった。そんなところで今日は言えるか。じゃあ、また。
川村さん、じゃあ切りますね。はーい。はい。またね。バイバーイ。というわけでですね、今日は川村さんに来ていただいたんですけれども、いやー、なんかね、久しぶりに久しぶりに川村と、なんだろうな、その、面白いな、あいつな。やっぱちょっと、田中くんとか、まあ、田中くん以外にも面白い人は周りにいますが、とはちょっとまた違う、その、会社にずっといる中での面白い部分っていうのがあるかなとは思いますけどね、個人的には。あと、その、ちょっと思ったのは、コロナでいろいろ、時間ができて、まあ、こういうのもやってみようかみたいな発想になるっちゃなるのかなっていうのは思わなくはないかなっていう感じですね。というわけで、YouTube 用にコメントをしておきましょうか。最後まで見ていただいてありがとうございました。もし面白いと思った方はですね、グッドボタンを押していただけると幸いです。またチャンネル登録も募集しておりますので、よろしくお願いします。